ふーちゃんだよ。ね、散歩着いた途端に大きないっぱい雨降ってきたわ。聞こえる？この音。降ってきた。今ね、夜の7時ぐらい。ちょうど7時ぐらいかな。朝うんちしてないからね、うんちしてもらおうかなと思って宿場に来たの。昨日ね、2人ともね、もう暑くてもお散歩行ってないからね、今日はプーちゃん運動不足だから宿場に連れてきてかけっこしてもらおうかなと思ったらね、結構降ってきたわ。プーちゃんはね、雨大丈夫なの。雷とかはダメだけどね。結構暗いでしょ、もう暗いのよね。ここはね、街灯があるからちょっとだけ明るい。僕ね、ランタンとね、懐中電灯持ってきたからね、うんちの取り忘れはしないように気をつけてるね。でもね、ご機嫌。でもね、傘忘れたからね、もう結構濡れてるよ。もうね、うんちしたらすぐ帰ろうと思うんだけどね、なかなかこの子うんちしないからね。ほら、早くうんちしないと、あなたも僕も濡れるよ。ねえ。いつもね、夜7時ぐらい散歩してるからね、会いたい人はね、7時ぐらいにね、宿が来たらおるよ。阪急寄りの方だね。阪急線沿い寄りの方、苦楽園と宿川の間ぐらい。どっちかって宿川寄りの方かな、苦楽園より。東西が、東と西があるんだけど、西川かな、ね、ちょっとうんこして。今日ね、バナナ安かったからね、いっぱい買ってきたよ。5袋買ってきた。でもね、一つ一つがちっちゃいからね、食べ応えないかもしれない。もう肉眼ではもうプーちゃんも見にくいんだけど、スマホだったらはっきり見えるね。あとね、僕携帯もうダメだわ、これ。落としちゃったの。としてね、画面にね、緑の線がね、3本ぐらい、2本大きな入って1本ちっちゃいのが入ってね、機能的には大丈夫なんだけど、もうね、もう iPhone とかね、 Google Pixel はもう買わない。もうね、 Android のね、 SD カードがついてるやつだね、もうそれしかない。もうね、それが一番いいよ。あ、うんちするね。うんちするわ。切るね。バイバイ。なんでわかるのって、お尻の穴がね、ピクピクって開いたのよ。もうすぐすると思う。するね。じゃあね、バイバイ。